どうしてここに。一体なぜシュンと掃除球にいたはずなのに、シュンは。俺のたった一つの心の拠り所か。兵馬よ、なんというざまだ。やすやすと感情に流されおって。我が子、カミュ、アクエリアスのゴールドセ。私の教えを忘れたか。資格が敵へと願え、アマツさえゴールドセイントを倒し、恐れ多くも教皇の間に押し入ろうとしている。そのくせに、なんだその涙は。優柔不断になり、己の感情に流される。冷静になるのだ。私が教えたように、氷河よ、戻ってこい。教皇は寛大なお方だ。再び迎え入れてくださるだろう。そうです、私は未熟です。でも仲間は裏切れない。私の命令でもか。死のお言葉でもできません。ならば力をもってして従わせる。この先へ進みたければ私を倒してから行け。できません。死であるあなたに対し剣を向けることは。またそんな甘いことを。感情は捨てろと言っただろう。冷静であれと教えたはずだ。乳臭さの抜けん奴、母親の眠る船を海溝に沈めてやったというのに。あなたがやったのか。母に会える唯一の安らぎの場だったのに。あそこに行けば心穏やかになれたのに。なのにあなたは。私はお前のため、お前の唯一堕弱な点を断ち切った。いくら死であろうとも許せない。これだけ言ってもわからんか。悔しいと思うなら私にかかってこい、兵馬。許さん。ダイヤモンドダスト。程度ではこの先通用はしない。ならば死である私がここで引導を渡してやる。このアクエリアスの奥義をもってな。両腕が重なって水亀の形に。オーラエクスキューション。氷河のコスモが一瞬大きく弾けたと思ったら完全に消えてしまった。氷河は死んじまったのか。
陶器によって生き絶えたか。我が弟子氷河よ、許せ氷河よ。お前がシベリアへやってきた時はまだ幼かった。セリングに育て上げたのも私、永久氷壁に眠るキグナスのクロスを授けたのも私、近くとして送り込んだのも私、そして死に至らしめたのも私だ。最後に棺を私の手で作ってやるのがせめてもの供養。その氷はゴールドセインと数人の力をもってしても破壊でき、そして氷は永遠に溶けることなく、お前の肉体は朽ち果てることはない。魂は天に昇っても永遠に眠る。さらば氷河。